どうもこんにちは、シンプルカジュアルトムです。マサロシンです。はい、本日も農業をもっとやっていきましょう。イエーイ。もうなんかね、楽しみすぎてめちゃめちゃ裏で作業しちゃった。モバイモバイルマジ面白い。このモットマジ面白いね。私ブランチマイニングにブランチマイニングを重ね、おお、なんと、ほう、あ、こっちじゃない、ダイヤを20個、すげえ、鉄インゴと、まあ、本当は1スタック分あったんですけれども、うん、もうちょっと何個か使っちゃったんで、おお、なりましたけれども、それぐらい取ってきました。すげえ。なので丸石もたくさんと。いいね、いいね。はい、僕はと言いますと、はい、まずね、うん、この棚を整理したチェストを、うん、うわー、ここ野菜だけにしました。あ、やってくれてんね。そう、ありがてー。で、ここは、うん、なんかこう蜂とか、蜂関係、おーおーおー、蜂とか綿花とか肉とか動物系、おーおーおー、あざすあざすあざす。この下が魚、この下が魚、はいはい、あ、魚も取れとったけんね。そう、お前ちゃんと餌も作ってやっとるやんけ。お前、上が木系、あ、果物ね。そうで、これ取ってきました。いろいろ取ってきとるやん。アボカドとか、おう、笑顔咲く君が繋がった時、もし遠い向こうに、あ、そこから行くね、長いよ。あの、ちょっと鶴橋がなかったんでまだ終わってないんですけれども、うん、ここの山を消しましたすごい、お前。あと、うん、もう一つ重要なのが、うん、綿花、うん、これ重要なんで、ここに綿花畑作りました。うわ、お前やるやん。うわ、実りすぎ。いや、お前やっとるねやっとるね。僕が調べたとこによりますと、う、前回さ、魚の罠は使えたけど、そう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 そ う, そう、動物の罠使えんかったやん。使えんかったっちゃ。あれは実はこうです。あ、あ、うめんだ。そう、あ、そういうこと。あ、なんか見て、めっちゃある。そうなんよ、鹿肉とかあるやんか。そう、すごいよね、鹿肉。なるほどね、そういうことやったんや。うん、ありがとう。これで、うん、床の罠もどんどん使っていきましょう。天才やんけ。よっしゃ。魚もね。うん。あー、めちゃくちゃ取ると。エスカルゴとか。は？お、いいね。生のアミヤカルバって何？え？何これ？何？グリーンハード。生の何？生のアミヤカルバ？誰？何これ？誰？西洋の武器？これ誰？誰？何これ、これ何、誰。悲しいお知らせがあります。え、気づいた、マサノシン。ん、この村の静けさに。え、お前やってない。いや、わからん、これ僕がやった。お前やってるやん。僕がもう来た時にはもう、え、もうすでに、もうすでにやったよ。なんでこんな村静かなえ、村長肉屋のアダムさん野菜屋のウォンビロン先生いや、名前の癖やば一回も聞いたことないけどねまあ、死んだやつの名は思い出さんとこ。何その武士みたいな生き方惚れるかと思ったわ。俺たちは俺たちで生きていこうぜ。畑どうしよっか。まあ、一列ごとに並べていきたいよね。ね、やけん横広にして、まず増築しよっか。うん、一回ぶっ壊してもいいな、この辺。そうね、もう村人おらんくなったけんさ、うん、誰にも借られることねえ。柵もいらん、柵もいらんぜ。そうなんよ、うん、ラッキーラッキーじゃないわえ、でもいいね、綿花のね、生産ルートも、うん、安定してきたよ、ね、安定してきたおかげで。やっぱ糸がかなり重要ですから。そうね、縦に、あー、なんか種類で分けていくか。うん、分かりやすくしたよね。うん、とりあえず5マス分広げるわ。奥に OK。 アクセスをどうにかしたいんだけど。そうね、あんまりここを荒らしちゃわんようにしたいよね。階段はいいんじゃない、つけとって。階段でいいか。えっ、嘘やんちょっと待っておい、クソやろお前こいつやん絶対、マジだるマジだるいわ、もうこれだるいとって、マジ連れてくんの
ちょっと信じられん、いつの間に、なんで柵越えて、柵越えて攻撃できると、わからん。豚さん、いいね、豚さん。鶏さんも元気やね、今日も。厄介すぎるやろ。あれ厄介すぎるやろ。この檻は、この檻は、え、ちょっとマジでなんなん、マジでなんなん、もうマジでなんなん、もうちょっとやめてよかわいそう、これ以上マサノシ追い込まないで、やめてよ、そんなことすんのさ、もうできました、うわすごいすごいやろ、めっちゃいい畑できた、わかりやすいやろ、しかもこれほら、額縁に、おぉね、この野菜のもね、この辺はネギがいっぱい集まってんのかな。いやー、いいね、いいね、おお、すげえ。キュウリにズッキーニに、うん、で、上はね、ブルーベリー系とかベリー系で、まだ見ぬ野菜たちの分もね、ちゃんと素晴らしい、素晴らしい、マジで発展の余地を残した畑、いやー、すごい畑だ、で最高やん、綿花はこっちに栽培と、うん、おー、いいね、いや、めちゃくちゃ広なっとる整地しすぎて畑の位置高くなってるもん、もう楽しくてね、整地が楽しすぎてね、楽しくてね、やっちゃってるね、うん、じゃあもう早速収穫して、うん、料理作っちゃいません、来た本日の料理タイム、いやマジしっかり料理作っていこう、しっかり、前回はね、僕ふざけてマサノシンが悲しそうやったからな本当に悲しかったんだちゃんと作るぜ、新アイテム、まな板、お、いいね、はい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 、じゃあどうしましょうかね、どの魚使っていきますかね、お、ドラキソンベイビーじゃん、何に話しかけてんの、まず1個目、皆さん僕の1品目できますよ、お、僕の1品目はこちら、これは喜ぶぞ、いつでもうまいよね、これは、うん、いいね、そういうやつね、お披露目いきますか、いきますか、よっしゃ、じゃあ私からいつも通り行かせていただきますわ、あざす、私の一品目、お、テーマは何、テーマはテーマは力、力、うん、なんそれ、寿司、すごー、そんなんある、うん、イカで作ってる、イカが2貫、イカの寿司、イカ2貫、イカが2貫イカ2貫、待って、バリ腹減ってなかった、ちょっと走ってきます、あ、俺も腹減ってねえけど、ちょっと運動してこよう PVP の練習しとこうぜ、ここで、なるほど、いずれ俺たちも PVP するかもしれんけど、よし、いくぜ、うん、スタート、あ、お前そんな本当の PVP だ、落ちとる今の、え、ステージは守ろう、フィールド狭ない、フィールド狭ない、ステージを守ろう、いや、ステージ守ろうじゃなくてフィールド狭い、いくぜ、うん、スタート、あ、落ちとるよ、落ちとるよ、そんなに動いたら、いや、俺1マスしかなくない、フィールド、本当に守ろう、ステージは直線でやってます、直線でやってます、ステージは守ろう、ステージ守ろうじゃなくて、よし、行くぜ、うん、スタート、動きすぎ動きすぎ、いやいや、動いてない、動いてない、動いてなかったよ今、動いてなかった、ルールルール、いや、ルール、動いてなかった、ルールがごちゃごちゃなってるよ、動いてなかったって、動いてなかったって、 PVP の勉強からしてきた方がいいかもしれんな、いや、そうなん本場はそうなんじゃあお披露目会いきますか、よいしょ、お腹すかしきやしたぜ、よっしゃ、あ、何が来るんかな、寿司かな、あー、もうバレてるわじゃあ寿司やるわ寿司ありがとう、イカが2貫やったー寿司や、じゃあ時点で、うん、寿司とって言う、多分お前、うん、寿司とって言う、マジで、もう未来のお前は言っとる、本当に、うん、何これ何これ、いや、寿司とほら寿司ラーメンやんか、おい、やめとけやめとけ、お前何ラーメンこれ、これはね、わからんわからんの、色的にコーンポタージュラーメンかなと思う博多はい博多はどこへで、俺ちょっとデザートも用意したっちゃう、マジかよ、うん、これ、うん、うわー、おしゃれ
いや、ブレブレやな、この激太りバイやば、題して、マサノシの激太りセット。おお、いや、もう太っとるやないか、お前。おお、待って、ぶち切れそうやわとりあえず食って、とりあえず食って、寿司から。じゃ、いただきます、うん、寿司からどう。おお、2回復。おい、そしてラーメンで2回復。おい、ストロベリーパイで2.5 回復。え、じゃあギリ足りんかったギリ足りんかったごめん僕は今回、うん、懐かしの味をコンセプトに、うん、集めてきましたわ。はいはいはい、まずは飲み物からいきますか。おえはい、えいや、もう聞いたことも見たこともない飲み物来た懐かしいな。カクテルですかこれよく飲んだよな。飲んだことない。ちゃいとマグマみたいな色してらブルーはどこ中にオムライス詰めてますかはい、次いきますね。アイアンブルーときたもこれしかないよな。そうなの何これこれ何と何オクラガンボな。いや、はあ、オクラガンボは何。いや、食べたな。いや、食べたことないよ。懐かしいな、オクラガンボ。え、じゃあ食べていい。あと、もう一個あるよ、ちゃんと。あ、もう一品あると。主食も用意してますわ。あ、ざす。もう主食はこれしかないっしょ、さすがに。え、何わぁ、何ねえ、みんなこれ何プーティーに限るよな何が何。アイアンブルーオクラガンボときたらプーティーに限るよなそうなのもう定番、ド定番やね。え、どこの国のド定番これえ、じゃあちょっと食べるわ。おぉ、食べてみて。オクラガンボから。オクラガンボから。あ、オクラガンボ3やん。うわぁ、いいね。ちょっと喉渇いたからアイアンブルーの。おぉ、いいね。アイアンブルー、アイアンブルーで4でもう終わった。えぇ、うそやアイアンブルー重量やば。アイアンブルーやば。でもアイアンブルーフルコースのドリンクどう。アイアンブルーいいかもね。アイアンブルーいいんじゃね。アイアンブルーだってこれ鉄とレッドストーン使うぜ。いや、どうしてそれ何なんか体内に溜まるぜ不純物でもなんか飲めば飲むほど一番トリコっぽくね。トリコっぽいじゃあアイアンブルーをフルコースのドリンクに認定。認定しよう。やったー。プーティン行くわ。行ったれ行ったれ。ガブ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 。おお、3個おっしゃ。プーティンは何から作ると。あのプーティンは、うん、ね、フライドポテトと、うん、チーズと、うん、グレイビーソース。あ？なんて？あのフライドポテトと、うん、チーズと、うん、グレイビーソース。あ？ねえ、つまり？やけフライドポテトと、うん、チーズと、うん、グレイビーソース。あ？ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まさかアイアンブルーがフルコースに入るとはね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。やっと一品目パート4にして。はい、では次回は自宅を建築していきますよ。お、楽しみ。はい、ではまたね。またねー。